皆さんこんにちは、チェリストの佐山祐希です。今回の動画はタイトルにもある通り演奏編集をしましたという動画になります。その動画とは2年に1度兵庫県の養父市で行われているリバホールチェロコンクールの歴代1位受賞者によるチェロアンサンブルニューシネマパラダイスメドレーです。はい、こちらの動画になりますが、まだ見ていないという方はこの動画を最後までご覧になった後に見ていただきたいと思います。URL は下の概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。今回のこちらの動画ですが、リモートでのアンサンブルとなっております。そして今回は演奏だけではなく編集としても関わらせていただきました。尊敬するチェロ奏者の皆さんの音を聞きながら編集をできて、とても楽しい幸せな時間でした。なのでぜひ皆さんにもこの動画を見ていただきたいと思います。はい、今着ているこの緑のシャツですが、これはビバコンのオリジナル T シャツで、演奏動画でも全員が着ていますので、そのあたりにも注目して動画を見ていただければと思います。それでは1位受賞者によるチェロアンサンブルの動画、ぜひご覧ください。先ほどもお伝えしましたが、 URL は下の概要欄に貼ってありますので、こちらを押してご覧ください。それでは今日の動画は以上となります。これからニューシネマパラダイスメドレーの動画を見るという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。また Twitter と Instagram もやっておりますので、ぜひチェックとフォローをしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。